はい。キン TV のキンです。こんばんは。2021年1月, 2, 月2日の動画に来てとなります。今日もお疲れ様でした。えー、今日も短く行きたいと思います。はい。えー、今日はついに、えー、昼、昨日に引き続き、えー、昼寝しないで、えー、活動することが一日できました。はい。えー、っと、えー、昨日ね、なんでできたのかなって考えたんですけども、あのー、今日も、えー、まあ、 同じようなことを、えー、昼、えー、して、えー、ついにね、えー、発見しましたね。わかりました、えー眠れ。眠くならない方法がね、えーっと。僕はあの、まあ、基本、朝起きて、えー、シャワー浴びて、歯磨いて、えー、午前中は米田コーヒーで、えー、12時までね、ぴったり12時まで作業して、そこから、あのー、最近はもう、あのー、あれですね、サウナ。 えー、近くに数パーセントがあるので、テクテク歩いて、えー、昼からサウナ、えー、行って、えー、サウナ活動をサクッと30分ぐらいで、ね、2セットぐらいね、やって、えー、ですね。でその、そこはすごく重要だったんですね。今日気づいて。あのサウナをあの2セットやった後に、僕はあのサウナって、あのサウナ、まず入ります。で、えー、水風呂入ります。で、最後、その外気浴っていって、あの露天風呂とかにね、ちょっと。 あの外,外気のね、とこ行って、まあ、座ったり、寝転がったりして、ちょっと整う、整いタイムみたいなのがあって、えー、それが1セットで、で、その2セット終わった時に、僕はいつも、その、まあ、整った時はもう、あのー、なんだろう、もう、体がね、もう完璧に覚醒しているし、気持ちいいし、えー、もう、水気も全部飛んで、もう乾いた状態でやです体がね。 で、そのまま、えっ、ー、と、それ終わったらちょっと休憩ということで、一回露天風呂入ったりとか、ブクブクの、泡ブクブクのお風呂入ったりとかして、そこから、えー、体拭いて出てたんですけども、それを5、高校2日、昨日と今日、えー、それをやんないで、まあ、サウナか、サウナ2セット終わったら、もう露天風呂、もブクブクは入らないで、そのまま、えぇ、ー、さっと、もう、ほぼ、 服もないんですけどね、水分飛んでるから。えー、で、出て、えー、すぐ着替えて,て、えー、10円でね、ドライヤーして、あの、髪乾かして、えー、ジャンバ着て、えー、出るっていう感じで、えー、行ったらですね、もう眠くならないですね。多分、なんか、サウナー終わった後に、温まっちゃうことで、ちょっと眠気が一気にこう、えー、なんだ、温まって下がる時に、えー、こう眠くなっちゃうのかなっていうのが、えー、分かって、かなりこれはね、 でかい収穫でございました。なので今日もスマホをね、えー、家にずっと朝からね、出てったっきり置いてったので、えー、すごく時間がね、有益に使いました。はい、めちゃくちゃ、えー、作業はかどりました。はい。で、えー、そうですねで、今日、あとはね、目標、今月の目標として、1個、あのー、今日決めた、さっき決めたことがあって、えー、先月、ブログの方は180記事かな、ちょうど、えー、180ページ。 え、更新することができて、でも、あと20年200に届かなかったんで、本当は200行きたかったんですけど、なので、今月は確実に200ページ出すということで、えー、毎日、1日、日記も含めて、日記毎日1記事なんで、日記も含めて、1日10、10を、えー、10ページを更新ということで、 目標を立ててましたので、今日はちゃんとそれを、あの、さっき達成、1日の10ページを達成してから、ここに至ってます。はい。なんで、えー、頑張りますんで、よろしくお願いします。はい。とういうことで、えー、でもすごいね、あの、その1日の、あの、ノルマをね、決めたことです。かなりね、えー、なんかこう、あ、やばい。 これ終わんないと寝れないみたいな感じに、えー、なって夜も最後まで集中できること、集中することができたんで、えー、ぜひ皆さんもなんかねあの目標を立ててやってみてはいかがでしょうか。はい、そんな感じで今日は終わりたいと思います。バイバイ。